疲れた楽に沈めてあげる。
conversation you can feel. Let me go, conversation you can feel.私たちがインダストリアルジェンダーユニットのブラムハニーでございます。こちらがボーカル、ギター、パーカッションを担当しております達也です。私がアクトシンセ、パーカッション、プログラミングを担当しております領内でございます。2月9日にドゥームの藤田様のプロデュースによるファーストミニアルバムグランディオスディリュージョンがオーバーロードレーベルより発売されます。もう皆様、聞いていただけましたか？まだの方は、早速聞いてくださいね。そして、それに伴いツアーの方が、3月16日、名古屋ハートランド、3月24日、仙台マッカナ、3月28日、新生堂カルチェ新宿店で店頭イベントを行います。そして、3月30日に赤坂ブリッツで、とても広いところですね、やりますんで、皆さんいらっしゃってくださいね。それではまたお会いいたしましょう。プラムハニーでございました。ナオコさん、ナオのこいつが熱いぜコーナー、イエーイ。どんどんバフ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 、不必要な元気で始まりました。皆さんこんにちは、ナオでございます。はい、私がですね、身長は低いけど座高は高い山下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このコーナーでは、ホットウェーブのですね、はい、イチオシのアーティスト、それからですね、アーティスト、インストアイベントの模様ですね、はい、それからあと おすすめの、インディーズバンドの紹介も、はい、いきますので、盛りだくさんの内容でいきたいと思います。楽しみですね。さて、はい、今日はライブハウス池袋サイバーを拠点に活動しているブラムハニーを紹介します。山ちゃん、一体どんなバンドなんでしょうか？はい、もうこれはですね、はい、私もずっと推してまして、まあ、今年一番注目の、バンドなんですけども、池袋のライブハウスの、サイバーっていうところを持ってるあのレーベルがあるんですけど、そこでですね、じわじわと人気を、じわじわと集めてきまして、で、あのインダストリアルな音が、めちゃめちゃかっこいいバンドで、北関東を中心にはね、すごい人気が出てる。これがですか、はい、すごくありきたりで申し訳ございませんが、はい、私女性の方かと思いました。あ、でしょ。なんかさ、ね、あのとてもこうなんか人形っぽくって、はい、こういっちゃなんか失礼かもしれないんですけど、いや今ですね、このビジュアル系っていうのは結構こうやってね、化粧がみんな上手くて、今日も僕はしてるんですけども、こんなもんじゃなくてですね、もうみんな上手いんですよ。ね、もう男でも惚れてしまう化粧の上手さということでね。そうですね、はい、女性の方もきっとね、化粧の仕方とか参考に、そうですね、なりますよね、多いと思う、はい、んですけれども、はいはい、じゃあそれではですね、はい、ここでその美しい、うん、ブラムハニーのインスタライブの模様をどうぞ。どうぞ。ジェンダーユニットのブラムハニーでございます。大きな拍手を、もっと緊張がなくなるぐらいに拍手を。はい、どうでしょうかね。初めて気づきました。二人組なんでしょうか？そうです、二人組なんですね。なんか、私もね、一応アーティストなんで、ああいうところで歌ったりとかするんですよね。
結構緊張しちゃったりとかするんですけど、うん、全然緊張しなかったですね、あの人にね、うん、不思議な感じですよね。片っぽがちょっとね、シャイな感じなんですけど、葉っぱ出てましたよ。葉っぱ出てた。体からいいでしょうか。今これはね、それなりのなんか考えがあるんじゃないかなっていう、ね、すごくファンも多くてですね、光合成でもするんですかね、あれね。いい感じですよね。さて、なんとですね、ブラムハニーからはプレゼントをいただきました、はい、デジタリアンスペース CD とサイン入りフォトをセットで5名の方にプレゼントいたします。このコーナーの感想、リクエストを書いてですね、どしどし応募してください。さて、このコーナー次回は、はい、次回は、はい、5月7日になります。でですね、5月21日にサードシングルをリリースする、はい、このバンドですね、絶対今回プレゼントしますんで、よろしくお願いいたします。それではここで、はい、コマーシャル。あ、違った、あ、違ったショップ、山下です。戦ってくれ、はい、はい、というわけで今日はですね、熱いぜコーナーにふさわしい、あー、すいません、すいません、もう一度やらせてください。さて、引き続きホットウェイ、どん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 、パフパフパフ。皆さん、こんばんは、なおでございます。やまちゃんがいないんです。やまちゃん、どこ行っちゃったでしょうか。あれ、やまちゃん、こんばんは、山下でございます。どうしちゃったの今日。いや、もうこれね、私のですね、今日はですね、親愛なるフレンドをお招きするんですよ、これが。はい、そうですか、はい、誰なんでしょうか。領内様。イエイエイイエイ。はい、こちらがですね、はい、はい、住み戻ってしまいましたけども、はい、こちらがですね、今話題のですね、ブラムハニーのお二人でございます。美しい。僕ですか。違うから。はい、美しい。お会いしたかったんです。本当すいませんね、こんな格好でも。いや、本当にもう他人と思えないような感じ。はい。いい感じですね。はい。はい、新曲も出たとか。そうですね。ことで6月22日に、はい、こちらアーティフィシャルディリュージョンという題名の方で、グランディオスディリュージョンの新曲リミックスいろいろ取り揃えて入っておりますので、買ってくださいね。そうでございます。買ってください、皆さん。で、何か噂によると、はい、初回限定3000枚のみ、はい、ピクチャーレーベルということで。そうなんですよ。もうこれが、ね、美しいでしょうって感じですね。もう本当にもうあれですけども、はい、達也さんはあまりお話にならない。そうなんですよ。もう彼はクールなキャラクターで通っておりますので。そうですか。普段は。どのような。普段はもうキャッキャッキャッキャラーメン食べるみたいな感じで。そんな感じなんですか。ノリなんで。なんかお二人は仲いいですか。ラブラブって感じで。ラブラブ。いつも一緒にいらっしゃるんですか。どうなんでしょうね。あ、今ちょっと笑いましたね。ちょっと話が伸びましたね。それがポイントです感じ。そうですか。衣装とかは、はい、全部手作りということで。そうですね。ですね、ありがとうございます。羽なんか履いちゃったりなんかして。そうです、大空を羽ばとこうかなと思いまして。ここに 2,3 枚羽が落ちてるのがいいですよね。私の遺伝子でございまして。遺伝子でございます。今後の予定なんかを聞かせていただけたらと思うんですが、はい、はい、とりあえず8月8日の方に池袋サイバーの方でワンマンライブを行いますので、はい、いらっしゃってくださいって感じのご様子。ご様子っていう感じでよろしいでしょうか。山ちゃん、なんか聞きたいこととかありませんか。いや、もう私ですね、この生まれて初めてこの衣装を、はい、やったんですけども、これも全部すべて、はい、そうでございます。なんか、販売もしてるというような。そうですね、ですね、私個人ユニットとしてサピレートシステムというものをやっておりまして、そちらの方で販売しておりますので。もうこんな親父が作るとね、すいませんね。なんかこうあれですよね、つける人が違うと、違うとね、こうも変わってしまうんでしょうか。これが本当の宝の持ち腐れって感じで、ね、もう嫌になっちゃいますけどもね。はい、はい、最後にですね、はい、ブラムハニーのお二人から、はい、テレビをご覧の皆さんに、はい、一つメッセージをお願いします。はい、わかりました、はい、とりあえず8月8日の方にワンマンライブの方ございますので、いらっしゃってくださいねって感じのご様子。うわー、もうきっとファンの方しびれてますね、これ。テレビの前でも気絶しますよ、これね。山ちゃんをやらないようにしてくださいね。わかりました、はい、よろしくお願いします。やろうと思ったんだけどな。そんな感じで、はい、はい、もう山ちゃんいいですか、聞きたいこととかないですか。もうこれで、もう満足です、私もこう切れただけで。はい、さあ、以上、こいつが熱いのコーナーでした。
なおのこいつが熱いぜコーナー、イエーイ、始まり始まり、はい、こんばんは、なおです、みんな見てる、最近よくテレビサイトは、はい、誰でしょうか、あなたは、はい、アナウンサーと間違えられてしまうんですけども本業はレコード屋さんで、そこの辺ですね、はい、お間違いのなきようにということで、山下です、よろしくお願いします、店長、はい、ところでさ、山ちゃん、はい、あのブラブハニーのイベントどうでした？もうこれがですね、うん、すごいのなんのって、うん、もうね、ワンサカササホイササで総勢ですね、5万人ぐらい、はい、ちょっと親父入っちゃいましたけども5万人ぐらいね、これ集まってたんですよね、はい、これがね、もう、あ、そうなんですか、うん、じゃあ、証拠の VTR 入手してるんで、はいはい、皆さんで見てみましょう、はい、どうぞどうぞ